土曜から日曜ですもんね。X ゲームズの中止が残念でしたね。なんでどっかそのくらいの時間にやろうかなと思ってたんですけど、出るものが多くて、マーゼルの MV リアクションが出たり、というかビデオも解禁したばっかですし、あと昨日はちょうどビーファのファーストテイクの1周目バイグッバイが出たのと、で今日がダンクがさっき出たんですね。 YouTube で見てくれた方ありがとうございます。ありがたい。でそうなんですよ、2週間後にね自分のアリーナツアーが迫ってるんですけど、2週間後に迫った今日やっとチケットが発売するという、ちょっとねいろいろあります。いろいろはないんだけど、ちょっと急いでやることがあって、いろいろ整ってやっと本日チケットが販売スタートしたのと、週明け明後日かだから明後日にグッズが出るのとという感じで始まります。代々木はもうチケットがなくなりそうだったんですけど、2週間前って大丈夫かよってちょっと不安だったんだけど、ぜひ見てほしいものになりましたね。本当にスケールとクオリティのでっけえやつやりてえなと思ってたんで、それできて本当によかったな。ボスダム楽しみにしててください。すごいですよ、集大成的なものでして、まあちょっとあれなんですけど、そう次のツアーの予定とかも現状はないですし、まあちょっと持ってるもの全部出していこうかなというライブになってますね。楽しみにしててください。でそれやって、まあとにかくまずはそれかな。それをねちゃんと告知しなきゃな、こっからと思ってたんだけど、忙しいね。ありがとうかの疲れてる場合じゃないんですけどね。明日もラブシュプリームもあるし、テレビだとおしゃれクリップが出たりするのか、もろもろ楽しみにしててください。そうそうなんだよね、頭がぼーっとする。ちょっとあんまりよいしょ長くやれるもんじゃないんでね、伝説を作って派手にちょっとこの集大成を終えられるように頑張りたいなと思います。5月の代々木と6月の大阪城、言って6月の大阪城だとまだ1ヶ月あんのか、楽しみにしててほしいですね。まだまだやることいっぱいありますし、出すこともいっぱいあるんで、とりあえずボスダムの告知しなきゃっつってインスタライブやんなきゃっつってたんだよね。それは確かなんですけど、ちょっよいしょ、契約関係のもろもろとかもねやっと全部落ち着いて、いやーよかったです。チケット2週間前発売とかできんのって感じだったけど、もうすでにたくさんの方購入してくれてありがたい限りです。本当にありがとうございます。いやーよかった。怖かったですからね、実際これ大丈夫かよと思ってたから。で
やりますという話でございました。それだけなんで、もう終わったっちゃ終わったんですけど、録画で良かったんじゃねえかっていう感じですね。いやー、ありがとうございます。もう歴史に残るライブにしますよ。歌う、踊る、ラップする、エンターテインメントっつうのはこれかというのをちょっとしっかりやんないといけないからね。人生の中でも一番大事なポイントが来てしまいました。5月のボスダムは多分自分の人生にとってちょっといろいろと大きな意味を持つことになるので、見てほしいんですよねという話でした。まあそんくらい以上はちょっと言うあれはないんですけど、ちょうどフェスもあったし、いろいろニュース最近多いですよね、出てたりするから、ぜひ一元さんもお気軽にという気持ちでしたね。そうなんだよね、うん、頑張んなきゃ。ちょっととはいえまだ作り終わってないこともあるからな、ちょっと頑張って作ってなんとか全部世の中に出したいですね。いろいろ作ってるもの、世の中に出したいものはいっぱいありますから。ただちょっとそう、ただボスダムをちゃんと話しないと、ちょっとやってることの数と質がね、高いものが多くて、しっかり告知できる時間ないから告知しなきゃと思ってたんですけど、ちょっと戻んないといけなくてですね、まだちょっとやんなきゃいけないものいっぱいあるんで、ちょっと早めに戻りますけどありがとうございます。ぜひお越しください。5月の代々木と6月の大阪城、それだけとりあえず言えればいいかなという感じですね。日付変わったんで母の日っていうことで、みんなもお母さんにありがとう言ったりするといいんじゃないですかね。ありがとうございました。では失礼します。